はい、今回はラズベリーパイで NAS ネットワークアタッチドストレージ、こちらの方を作っていきたいと思います。NAS って何でしょうか？自分のパソコンの中だけではなくて、共用して使えるストレージであり、そこに共有フォルダなどを作ることができます。システム管理者の方にもおなじみかと思います。よく問い合わせとか来ますね。共有フォルダが表示されない、共有フォルダのフォルダ名が前の部署のものになっている、共有フォルダ上のデータが壊れました、助けてください、こんな感じの問い合わせよく来ますね。用意するものはラズベリーパイ400、もちろんラズベリーパイ4でもラズベリーパイ3でも構いません。自分はですね、ラズベリーパイ400しか持ってませんので、こちらの方を使っていきたいと思います。そしてストレージとして USB メモリー 32GB の USB メモリーを使おうかと思います。こちらの方は USB 3.0 に対応したものです。ラズパイも USB 3.0 のインターフェースがありますので、こちらちょうどいいかと思います。そしてマイクロ SD カード、これはですね、ラズベリーパイ OS ライトの方をインストールするためのものです。 8GB なんですけれども、ラズベリーパイ OS ライトでしたらこちらの方でも十分です。ちなみにラズベリーパイ OS ライトっていうのは CUI キャラクターユーザーインターフェース、全くグラフィカルな画面はなくて文字だけの、少し一般ユーザーの方だったら抵抗感のあるような画面になります。今回はこちらの方で NAS を作り上げていきたいと思います。こちらがラズベリーパイ OS のページになります。ラズベリーパイ OS とかラズベリーパイ OS ライトをインストールするためには、こちらのラズベリーパイイメージャーの方をインストールするのが簡単です。こちらのインストール方法、 Ubuntu、Windows、Mac それぞれですね、実行ファイルがありますので、ダウンロードして実行してみてください。また Ubuntu とかですね、 Debian とか、Debian 系の Linux でしたら、こちらのコマンド、ターミナルで sudo apt install rpi イメージャー、こちらを打つだけでこのラズベリーパイイメージャーをインストールすることができます。自分はすでにインストールをしてまして、はい、こんな感じでラズベリーパイイメージャー起動します。そしてインストールするためには choose OS、 こちらですね、ラズベリーパイ OS とかラズベリーパイ OSアザーとか他にもありますね。今回はアザー、ラズベリーパイ OS ライトっていうのがありますので、こちらをクリック。そしてストレージの方、チューズストレージ、今回インストールするのはこの 8.0 のマイクロ SD カードですので、選択してライトを押してください。そしてイエス、書き込みが始まりますので、しばらくお待ちください。はい、ラズベリーパイ OS ライトの書き込みが完了しました。この後はですね、マイクロ SD カードを抜いてラズベリーパイ本体の方に差し込んで起動するという流れになります。ラズベリーパイ OS ライトをインストールしたマイクロ SD カードを起動させると、ログインが求められます。ログイン ID はパイ、パスワードはラズベリーになります。こちらを入力すると無事にログインができます。ログインしたら sudo apt update と sudo apt upgrade で最新のパッケージを適用してください。ラズベリーパイ OS 側の IP アドレスを確認するために ifconfig のコマンドを打ってください。 IP アドレスが表示されます。アップデート完了後、SSH のサービスを起動してください。これで、ラズベリーパイ OS ライト側の設定は完了です。別のパソコンから SSH でラズベリーパイ OS ライトに接続しに行きます。この SSH っていうのはセキュアシェルの略で、別のパソコンを遠隔で操作するための仕組みになります。まず、なぜ別のパソコンからしなくちゃいけないかって言いますと、ブラウザーなどで調べながらコマンドを打つことができることと、あとはですね、そのブラウザーでコピーペーストができるっていうことですね。ラズベリーパイ OS ライトでは、CUI、キャラクターユーザーインターフェース、文字列だけですので、そういったことができないんですね。なので、別のパソコンから操作する方が楽ですね。コマンドの方は、
sshpi@、あとは調べたラズベリーパイ OS ライトの IP アドレスになります。これでエンターを押しますと、はい、Are you sure you want to continue connecting? っていうことで、まあ、接続を継続しますかっていう風なメッセージが出ますので、ここはですね、Yes と入れてエンターを押してください。Y だけだと、Y エンターだとコマンド受け付けないですね。これちょっと嫌ですね。Y とか N とかでも受け付けてくれればいいんですけれどね。はい、それで無事に接続して遠隔でラズベリーパイ OS ライトに接続することができます。はい、まずですね、カレントディレクトリーをオプトっていうディレクトリーに移動します。その後でですね、コマンドを打ってください。これでオープンメディアボルトっていう NAS のシステムを導入することができます。で、こちらですね、結構時間がかかります。だいたい約20分ぐらいですね。20分から30分。自分はですね、いつの間にか寝てしまったので、ちょっと覚えてないんですけれども、っていうか記憶には全くないんですけれども、コーヒーでも飲みながらゆっくりとお待ちください。ラズベリーパイ OS にオープンメディアボルトをインストールした後は再起動します。その後で、別のパソコンからブラウザを開いて、http://raspberrypi.local こちらのアドレスを入力します。もしくはですね、http スラスラの後はですね、IP アドレスでも大丈夫です。これでエンターを押しますと、こんな感じで、ログイン画面、オープンメディアボルトのログイン画面に遷移します。Firefox の場合はですね、こんな感じのメッセージが出るんですね。この接続は安全ではありません。はい、これはまあ HTTPS を使ってないからだと思います。はい、ではですね、ラングエッジの方、今イングリッシュになってますので、こちらを日本にします。ユーザー名ですね。デフォルトはですね、アドミン。パスワードは、オープンメディアボルトです。はい、こんな感じでですね、ログインすることができます。ログイン後ですけども、まずは設定ですね。一般設定のところに、ウェブ管理者パスワードがあります。こちらの方を書いておきましょう。デフォルトだとこちらのオープンメディアボルトなんですけれども、自分の好きなパスワードに変えてください。そして、日付ですね。今はタイムゾーンの方が、ヨーロッパロンドンになってますので、アジア東京にしてください。そして保存。はい、今ですね、ラズベリーパイに USB メモリーを差し込んでいる状態です。で、こちらの方にですね、共有フォルダの方を作っていきます。まず設定方法なんですけれども、ストレージのファイルシステム、こちらをクリックします。すると、こちら、SDH、これが表示されてますね。これをマウントします。はい、マウントされましたね。では次にアクセス権管理の共有フォルダ、こちらをクリックします。そして追加。共有フォルダの名前は適当につけてください。そしてデバイスの方。こちらですね。SDH を選択。そして保存をクリック。サンプルできましたね。そして次にユーザーをクリック。ユーザーの追加を行います。追加。ユーザーの追加なので、ログインするユーザー、そしてパスワードの方を設定してください。そして保存。はい、ユーザーを選択した状態で特権をクリック。先ほど作成しましたサンプルという共有フォルダ。読み書きさせるか、読み込み専用にするか、アクセス権なしにするか選択することができます。ユーザーが増えた時にですね、まあそれぞれのユーザーで制御することができます。今回は読み書き。そして保存。はい。そして、その次に、サービスのこの smb/cifs。これ、Windows マークですね。こちらをクリックします。一般設定のところが、有効にして、保存を押します。そして、その後に、
共有、追加ボタンをクリック、共有フォルダ、これをプルダウンで選択、先ほどのサンプルを選択、そして保存。こんな感じですね。で、最後に適用クリック。はいです。はい。で、今ですね、NAS の設定を行いましたので、Ubuntu でファイラーの方を立ち上げて、他の場所、これを選択して、Windows Network、これを選択しますと、ワークグループが表示されます。はい。さらに、ラズベリーパイ。さらに、サンプルですね。こちらの方が共有フォルダになります。すると、ユーザー名とパスワードを聞かれますので、はい。これでアクセスできるようになりました。試しに何か新しいフォルダでも作ってみます。テストフォルダ。はい。Windows 側ですね。Windows の Explorer の窓枠のところにですね、この窓枠のところに、円マーク、ラズベリーパイと入れてください。そしたらですね、ユーザー情報とパスワードを入力する画面になります。はい。そしたらですね、無事にですね、サンプルという共有フォルダが表示されました。開きますと、先ほど Linux 側で作成しました、Ubuntu 側で作成しましたテストフォルダの方が表示されています。はい。ちゃんと保存もできます。ちなみにこれ、Windows の時にいちいちですね、こういった窓枠のところに入力するのがめんどくさいときはですね、右クリックでネットワークドライブの割り当て、好きなドライブレターを選択してください。デフォルトで今 Y が表示されてますね。ではこのまま Y サンプル、これで完了押しときます。するとこちらにですね、ネットワークドライブ割り当てられまして、ここの共有フォルダーが利用できるようになります。ログイン時にですね、いちいちパスワード入力する必要はありません。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、ネットワークアタッチドストレージ、NAS をラズベリーパイ400で構築させていただきました。ラズベリーパイは低消費電力ですので、NAS のように常に電源を起動していくようなハードウェアとは相性がいいんじゃないかなと思います。はい。今回の動画が面白かった方、ためになった方は、ぜひともチャンネル登録と高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。